はい、どうも、ゆりです。今回もデッドバイデイライトパート5ということでやっていきたいと思います。さあ、マップはザ・ゲームですね。さあ、今回はね、このド派手なモレルを使ってね、がっつりチェイスしていこうと思います。おっと、待て、引っかかってる。いきなり。そしてキラーは、あれだ。スカルブ・マーチャントがなんかでしたっけ？名前は知ってるんですが、能力は全然わかりません。はい、ということで、待ってね。今回ね、セルフケアと植物学、最強のセットを持ってきているので、ちょっと待って、追ってきてる。治療も早いと。切るな、窓枠のとこ行きますね。さあ、がっつり提出していきますよ。回してる。やばい。これちょっと目移りしちゃうかもしれないですが。しちゃったか。ちょっと申し訳ないんで、治療を終わらして、すぐまた私がね、終われるようにします。ん？今そこにいたな。ちょっと待って、いる。え？探知不可になってない？なってるなってる。一時的だけど、探知不可になってましたね。探知不可まで持ってると、あれは、どういう条件でなるんですかね。これはなんだ、この円みたいなやつは。この中に入ってるとってことですかね。ちょっとわからないことだらけすぎるんですが。まあ、チェイスしながら覚えていきましょう。ここの板あんまり強くない。こっちはどうだ？あっち強いですね。あっち行きましょう。で、今回ライトもあるんでね。まあ、挟みつつ、やっていきますよ。え？なになになに？これはなんだ？あ、板さん決めて。ちょっと謎のゲージ、なんか能力みたいな食らっちゃったんですが、とりあえず掘ってて大丈夫なのかな。本当に分かりません。まあ今のとこですが、ただの徒歩キラー感は普通あるので、ちょっと普通にチェイスしていきます。遠距離攻撃とかはない感じですかね。ちょっと待って、あるっぽいな、あの動き。ちょっと待って、単中かなってる。やばい。なんだこれ。なんかついた。え、どうなってる。最後倒して。これ超える。危ない危ない。なんとか間に合う。あっち来てますね。 OK です。しっかり見て。あ、衰弱モードなんか食らってますね。さあ、まだ追ってきてる。まだまだやっていきますよ。そして探知負荷強いですね。見えないです、何も。超える。間に合う。さあ、板壊す。OK です。離れましょう。渇望切れたので、今度上上がってきます。さあ、ザ・ゲームの強ポジとかもあんまり覚えてないんですが。ナイス、素晴らしい。残り2台。いいペースですよ。もしかして私5台分いけますかね。できたらこのまま終わりたいんですが。いやー、追ってこない？これで分やりたいよ。ダメか。さすがに目移りしちゃいましたね。ここまで発電機ついちゃうと。まあ、こればっかりは仕方ないです。一回治療終わらして、また私終わりに行きましょう。疑似5台分的なね。そう、結構ね、その前の、1年ぶりとは言っても、前の結構やってきたので、前の感覚は完全にではないですけど、少しずつ取り戻せてはきているので、そろそろ5台分決めたいですよね。さあ、強いな、やっぱり。セルフケアプラス植物学で完了と。OK です。これでもうほぼ無傷の状態であれですもんね。発電機3台ついてますから。おお、ちょっと酒パーク持ってる。お、いけるいける。5台分チャレンジありますよ、これ。さあ、ちょっと真剣モードになります。これは倒さずに、お、突っ込んでくるか。ちょっと読み間違えましたね。もったいないですが、まあいいでしょう。待って、単調かなってる。気をつけよう。そしてこの謎のゲージ、危な。ちょっと待って、
危ない危ない引っかかってやられるとこでしたが、さあ割ってくのくれるのであれば次のポジションに行きます。待って、あの回ってるこの光でキラーの位置が分かりづらい。そしてカカデもありますんで、さあイタスタン決めて離れます。ありがたいですね、普通に割ってくれるので。あ、ちょっと待って、右のデバフ見たらこれあれだ、移動速度落ちてますね、ちょっとまずい。だからあれか、キラーに追いつかれやすくなってる感じですね。さあこれも倒していきます。割ってくれますね、 OK です。離れましょう。やばいですね、だいぶ移動速度落ちてますねこれ。いやー惜しいまあ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 、ほぼ初見でこれだとかなりいい感じだとは思います。でもうあれですもんね、クエンティンが1台つけると。でミンちゃんも、いや惜しかったな、あとほんともうちょいでしたね。次の板につなげれていれば5台分いけてましたね。はい、ということで2連投。そしてね、私を下ろした瞬間にレナリが発動するので、はい強いですねこの構成。さあまあもちろん離れないですよね。まあとりあえずね、あの脱出ゲート開けて安全確保してから、まあもしできれば、もしかしたらねノーはあるかもしれないんで、あんまり無理しなくても全然大丈夫ですよ。とりあえずね、味方さえね脱出できれば全然いいんで待ってるな。ああどうだろう。まあでもね、大体分かりましたね、あのスカルマーチャントのチェイスのやり方とか、あのドローみたいな、円の中に入ってると移動速度落ちると。ただでも基本的にはあれですよね、徒歩キラー的な感じありましたよね。さあノアない。さあ味方やられちゃいました、ありがとう。このオンは絶対いじるも気にしますよ。あ、ちょっと待って、あれ無防備、あの円入ってたら無防備になる感じですかね。しかも長いな、ちょっと待ってくださいね、救助は絶対するんですが、無防備はさすがにね、行っちゃうと味方に迷惑かかっちゃうので。ちょっとあのドローンどうしたらいいんだろう通れないな。よいしょ、とりあえず無防備解除されて、あの円には気をつけよう。さあ味方いってる、 OK ナイス、私がやります。さあ食らって、どうだ私の方来るかこれ。フェリックスはあれだよね、猶予あるんで大丈夫として。 あれ大丈夫じゃない、あー秒足りない、ちょっと待ってね、どこ向いてる、そっちか。そしてなんかまたロードオン発動してる。あれ、いや行ったな、まずい、どうしよう、私無防備なんですよねこれ。そしてドローンってあんなに設置できるものなんですか、めちゃめちゃ多い気がするんですが、地下にもありますもんね。よいしょ、あと何秒だ、無防備とりあえず解除されないといけないですねこれ。いやー救助したい、待って、あー諦めちゃったか、マジか。いやー全員脱出したかったですけども、もうちょい早く行けてたらよかったですね。申し訳ない、ミンちゃんも出たと。
このキャラはなんだ。ちょっとね、本当知らないことが多すぎて。エリックスではないですよね。ちょっとわかんないですけども。はい。ちょっとね、最後救助できなかったんですが。申し訳ないな。よいしょ。あ、フェリックスじゃない。ね。うん。あ、クエンティン。いや、クエンティンじゃないよね。クエンティンこれだから。ジェイムス・サンダーランド。全然知らないんですけど。なんだ？いつ追加されたんだろう。ちょっと謎ですね。そして、クエンティンレベル 100！ いや、すごいな。めちゃめちゃ猛者じゃないですか。100って、だってあれですもんね。レベル50を100回やったってことですよね、これ。うん、コンレムなんで。とんでもないですね。どんだけブラッドポイントあったらそんなになるんだっていうね。はい。まあ、ということでね、タカル・マーちゃんとのね、チェイスのやり方も大体わかりましたので、今回良かったですね。はい、ということでね、今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。